さんいやー僕もね34乗ってた時はね毎回惚れてた部分ありますよかっこいいなっていうね <laughs> いやそう思わなそう思えない車だったらまあまあ20万キロ以上も乗れないしずっと維持していくっていうこともできないと思いますよ好き本当になんかそういうところがないとうんまあ確かにそのお金はかかったりするかもしれないけどそれ以上の得られるものがあると しかも夢の車だったんだよね、僕は。だって夢と一緒に走ってるようなもんなんで、毎回かっこいいなぁ、みたいなね、思ってましたね。でも、かっこいいが恐怖になった時に、逆にそのね、不安,な不安で、だって朝起きて毎回チェックしに行くみたいなんでね。<laughs> ああ、今日もあった。よかった。みたいなね。<laughs> なんか、なんかその、いつしかその、なんすかね、どれという表現がおかしいか。なんかそのし 夢に縛られるみたいなね。夢に縛られるみたいな。うん。そうでも、今は僕はまあ思い出としてずっとやっぱね、そんだけ乗ったし、多分3、4乗ってる人であんまり20万キロ以上乗ってる人いないんですよ。で僕が預けてたショップさんでも僕が日本、あのトップでしたね。吉谷さんみたいに乗って、こんなに乗ってる人いないですよ、みたいな。<laughs> 大体みんな車庫に入れて週に1回ぐらいですよ、みたいな。 だからあんまりいないなですね、僕みたいに乗りぶしてた人は34を、うん、そうそう思い出は思い出せば思い出せるので,、うん、でコストはかかんないんだな、ね、思い出に思い出にコストはかからないと <laughs> でもいい思い出作れればあのなんだコストはかかんないけどいい思い出はいくらでも思い出せると、うん、でも思い出がないような人生って多分つらいでしょうねいってらっしゃい